じゃあ、よろしくお願いします。お疲れ様です。お元気ですか？よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、マンデーベースボールに乾杯。一応ハッピーつけてもらってます。あ、そうか。ハッピーマンデーベースボールに乾杯。現役の時もトークショーとか結構好きだったんで、いろんなとこ行ってさ、壇上で喋ったりとかいうことは嫌いじゃなかったから。ただね、これね、もう大事なね、3時間生放送番組でしょ、はい、大丈夫か心配だな。ただ俺、芸人さんもいっぱいいてくれるからさ、まあまあちょっとね、少々あれでもさ、みんなうまく拾ってくれてさ、盛り上がるの分かるもん、あの番組いいじゃん。みんなもスタッフも最高じゃない？あれあれ、やりやすいと思うな。あれ俺1回しか出てないけどさ。まあ、まあ、いきなりさ、なんか負けすぎてすいませんとか謝されたりしたでしょ。あれが取っかかりだよ。で、ここに繋がったわけでしょ、あれが。はい、俺も頑張ったよね、1回目はね。ライバル的な、いらっしゃる？ライバル？ MC ライバルいらっしゃいます。ライバルは、まあ一応さ、今一緒にニュースとかやってる人いるじゃない。だから名前あげとかないと後でごちゃごちゃうるさいのかなっていう気もするし、高木豊さんあたり。ね、でも YouTube 高木豊さん。ああ、そう、あれ無理やりも引っ張られてさ、ちょっと俺の YouTube 手伝ってくれないみたいな感じで、で俺も軽い気持ちで、あ、いいっすよって言って、いや、ちょっと焼肉屋で撮るんだけど、うん、ご飯ごちそうするからいいかなって、いや、ご飯ぐらいごちそうするの当たり前でしょとか話して。ね、でもほら、別にさ、飲んだり食ったりするの俺嫌いじゃないからさ、まあまあ本当にあれだよね、もう今日みたいな感じ、酒飲みながらベラ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 喋ってるのよく見たら結構喋っちゃってたなみたいな。だってあれだよ、あれちょっと撮るからって言って3時間撮ってたんだから。あ、そう。もう最後の頃酔っ払ってるよ、もう。失敗したことありますもんね。ないね、失敗ね。あ、もう全然、むしろケアする。そうだね、もう飲みながらもこう周り全体見てる感じ。MC 力。あれ向いてる？自分で向けてる。向いてる俺。いや向いてる。まあやっとりあえずやってみるしかないからね。ね。